あれで本当に押された人は当時いたのだろうか。くださーい。あ、なんかすごい喜んでる。いい笑顔じゃないか、妖精さん。というわけで今回はこの6に挑戦します。ジャンプ、ホイップ、スイーツ、これはピーチだな。ピーチじゃないと押せないところがあるんじゃないのか。なんかスイーツイコールピーチというようなこう二重浮き、素晴らしい。どこまででもいける気がする。あー、すごいピーチ向いてそうなステージじゃないか、ここ。あ、ジャンプすると変わる、あれか、 3D ランドにも。で、下に降り、もう下もあんだね。うんうんうん、なるほど。これね、あれだな、1個目は別に行かなくても OK だ。あいや、おっと、乗ってきた。尻尾のまま行こう。けど1つ目なんだあれ、ダブチュ、ダブルピーチ。ああ、そういうことっすか、二人同時に。あ、二人同時とか無理。え、左右逆に行ってくれるわけじゃないから二人同時は無理だね。じゃあこっちから行こうか。なんか頭打たなかった、さっき行けなかったぞ。頭打ってる。なんだこの仕掛け。一人で行くか、明らかにそっちの方が楽だ。これどうなんだろう、ワープしてこないのかな、クリスさん。死んだ。2体もどかしい、わらわら。ちょっと謎解きがいまいちわからんから、このまま行こう、とりあえずは。ダブちゃんかな。また二人になったよ。入れそうだよね。ん？うん、全部取ってこいってことね。あ、違う、ピタゴラスイッチだ。よかった、中間あった。ダブルなのはどうでもいいから。あ、そういうことか。結構厳しいぞこれ。ピタゴラスイッチ難しそう。届かねえ。いや、多分これ一人だといけないんだよ。ちょっと実験しよう、どういう動きするのか見たい。で、多分こうか。あ、よかった、合ってた。だからあそこ入れないんだって。あそこに、あそこのスイッチをピタゴラスイッチで押させるんだって。プレイヤーってあったから、なんか乗ろうとしちゃった。安全に安全に。ん？なんか光ったぞ。よし、とりあえずこうして。お、びっくりした、押しちゃった。で、これでいいんだろう。うん、こんだけだよな。実は大したことがなかったという。ここか。あ、違う、こっちの上か。パチパチパチ、もらっとこうか。襲われた。そして俺も食らった。意味がない。1、2。難しい。
で行っとくか。2のダブチェがあったらあそこに行ける。であとクリアと。微妙だな、1回で行けるか。てか毎回あのピタゴラスイッチに挑戦するのがめんどくさい。でもこのステージはピーチ安定だな。パチパチパチ、生き直そう。ブータ、ナオヤン、サクラ、ダブルチェリー。絶対こっちの方が楽だよね。はいはい。結局は2位が踏んだって変わらないか。ダブルピーチ。絶対ここで1人食らうんだけど。あ、死んでる。この画面になってホットグスピルと死んじゃうのか。ただこっちの方がやりやすいって。うまくいかなくていいからちょっと楽だね。で、食らわないようにあそこまでいかないと。まあ場所は理解したから。ほう、うそー、失敗した。ちょっと一人死んどんこう。で、変えて死亡だな。こうしたら羽のストックが使える。ひどい、時間設定ひどい。だからこうやって怖い怖い怖い。さあ、切ってみる。間に合ったんだけど、もう一個の方が間に合わなかった。妥協クリアか。妥協してしまった。なかなか厳しいな。クラウギリギリまで走る方が良かったのかな。っていうかパチパチパチ、逆にピーチだからだよな。スピード遅いもんな。楽だけど、楽だけど難しい。どっちみたいな。ラクダ？ラクダは関係ない。というわけで消化試合。何くれんの？お、メロだ。メロ。ここのダブはいらん。中間中間、もう先に来ているのか。あとはダブルチェリー。ピーチになっても猫になると動きが速いね。ちょっと使いやすい。猫マリオでクリアした時のピーチのニャーが聞きたいな、わら。猫マリオなのにピーチではこれいかに。
申し訳程度の猫要素が知りたいと思うんですか。まあ余裕だね。グッジョブにゃー。申し訳程度の猫要素。やはりピーチのスタンプがもらえた。このステージはピーチで行けってことだったんですかね。かわいい、わら、にゃー、わらわら。あと2ステージ。あ、ステージ名見てなかった。かいくぐれ、サーチーコース出よ。別にいいっつったらいいんだけどね。シャッフルシャッフル。ルイージかな、そろそろ。全然ルイージ出てこないな、今回。まあ、ランダムだからしょうがないんだけど。サーチライトをかいくぐれ。じゃあ、あえて当たってみよう。こうなる。申し訳ねえどの猫要素さんが出ちゃうんだね。尻尾尻尾、地蔵に変身はできないのかな。地蔵くん、地蔵ピンチだ。そういうことか。ジャンプを使ってかわせばいいんだ。まあ使わないけど。あ、ダメだった。お前は復活しちゃうんだよ。あ、足場壊れてんじゃん。めっちゃ危ねえ、めっちゃ危ねえ。あと、微妙にこうやって復活するんだな。この上にある。ジャンプ台、ジャンプ台。よっと、分かったことがある。別に見つかっても大したことはない。みんな聞いてくれ。別に見つかっても大したことはなかったぞ。習慣だ。あ、倒してる、倒せない、ね、壊れた。特に何もないな。怖い怖い、どんどん来る。来るんだけど、あ、なんかあるよ。むしろ見つからなきゃいけないところまで。恐るべし。ちょっとこのここはさすがにびっくりさせてもらった感が。あと一つ。猫でいい。危ない。サーチライト。こっちの方にほらありそう。壊れない。どうやって、ああ、結局バレなきゃダメなのか。こっちこっち。よし。で、フルコーン。上に行く方で合ってんの？適当に、適当に上に行ってるけど。そして安心の尻尾マリオ。タヌキは何か言うのかな。ポンポコポン。言わなかった。パチパチパチ。タヌキおじさんって言うとあれだよね、サマーズの三村を思い浮かべるよね。で、キツネおじさんって言ったら大竹。マリオとルイージは三村と大竹だったんだよ。わらわら、適当なこと言ってるな俺。さて、ボス戦、ボス戦。ガッチンキング。ガチのキング。わらわら。ガチの王様。ルーレット。キノコさんす。
キノコさんでボス行くとね、クリアした後頂上取れないとき投げそうになるから、猫はキープしておきたい。ガッチン、ガッチン、ガッチンってなんかあのガッチャンの呼び方みたい。ガッチャンって呼ぶの生ちゃってガッチンって言っちゃう。猫だ、猫で行こう。僕悪い猫じゃないよ。バイバイブルさん、この辺登れないかな。ないね。うん、手抜き。お、これ一発じゃないんだよな。いない、いない。今ぐらいかな。タイミングミスったな。いけるか。あばよ、とっつぁん。命は投げ捨てるもの。ボス戦は一発で決めるぜ。わらわら、猫ちゃん、猫ちゃん、僕ね。ぴょーん。ちゃんとここでね、こう行ってこうまで行かなきゃダメなんだな、時間的に。だから向こうに行って戻ってこうって、それこのタイミングで取る。よし、これでだいぶ余裕がある。で、中間。なんというジャンプ力のなさ。ジャンプ力がなさすぎて低いレベルだ。ちょっと、どうせここにあんだろ。ブルさん止められちゃったけど、隙あり。ここにどうせあんだろ、メルがさ。ですよね。だから俺も無茶なプレーをしたんだ。なるほど、この間を通っていけっていうことね。うん、通んないけど、だって危ないじゃん。恐るべし。無駄に恐ろしい仕掛けだなこれ。いっちゃい、いっちゃい。あ、猫キープしてないとダメなところ発見。あれ、もうボスだとしたら全然足りないぞ。バイバイ。あ、あそこにヒップドロップね。ガチな王様来た。ガチキング。自らわらわら。あ、わら。さーて、と、猫ちゃん、猫ちゃん、この上くらいか、怪しいのは。お、あった。とりあえずは1個は発見。あ、あんなところに。よっ、よーし。あ、失敗した。ヒップドロップで一撃で殺せるのかな。確認しとこう、確認しとこう。ダメか。あ、いける。ヒップドロップなら一発だ。で、これ取っても最後の1個が取れないから俺は死ぬ。そろそろ出てきちゃいそうだな。ちょっとマジボノになってる。まずはこれを取りましょう。ドロップの即死。あ、詰まってんのか。なんか来ないと思ったら
でゲットして、猫失敗作のためにこっちになっとこう。猫を残しておきたい。ほらとか、もう もともとめんどくさかったから黒焼満々だったしな。でこのまんま残しときゃ。食らうのちょっときついかも。ここはいいんだけど、倒した後のことを考えてなかった。ノーダメで倒さないと。おいでます。くっつくよ、くっつくよ。でこう来て、こう来て、こう来て、この辺大丈夫？そういうことな。で踏んで、以下繰り返し。あ、あー、そういうことか。お、ケツの時じゃないとダメなんだよな。うん、残しときゃよかった。失敗しないように頑張らないと。いけるかな。キノピオだからな。ヤッホーの方がマシなんだよな、距離的には。一応コインはもらっておくよ。この城の隠し財産かもしれないからね。パチパチパチ。さあミスりたくないぞ。ギリギリギリじゃん、ギリじゃん。これだ。おりゃ、いった。危ない危ない。ゴールデン、テンキュー。パチパチパチ。ふぅ、めんどくさいことはしなくて済みそうだ。ブルです、ブルです。イエーイ。アメリカンフットボール、日本ではマイナーとです。ウェーイ。あ、お前もレンチだ。なんていうかね、妖精さんが持つステッキじゃねえよなこれ。序盤もハンマーだったし。直角、上に行くのか。メニューっつうかマップかな。そうだよな、短いと思ってたんだ。上に行くのか。で一応コンプリートできてるな。あの列車のステージはここじゃないのか。じゃあワールドロックに行ってみようか。直角、登った、雲だ。6面は雲のステージ。高いところが多いぜ。しかしマリオは高いところからじゃなくても落ちたら死ぬのであった。